リム・レモリは、中華民国の歌手、プロデューサー。学生時代の1979年、友達二人とフォークソングバンド、キキチタ合唱団を結成。1980年に、法令金レコードと契約してデビューし、フォークソングブームを起こす。1982年に、定員に提供した、コサメライ特イゼ事項がヒットして、プロデューサーの才能を認められる。 1984年にロックレコードと契約し、ソロ活動とプロデュース業を本格化する。1980から90年代にかけて、ヒットメーカーとして、ヒット曲を連発し、100万制作人と呼ばれる。近年は、映画やドラマ音楽、新人の発掘と育成も行っている。デュエットが縁で、香港の女性アーティスト林オーと1998年に、 結婚したが、2004年に離婚している。2008年から2010年にかけては、同じロックレコードの羅大介、周花健、長新学らと結成したユニット中間選として活動し、多くのコンサートを行っている。特に2009年は大賞合わせて58回ものコンサートを行い、4億6000万台湾元以上を稼ぎ出したことが報じられた。 解散後は再びソロ活動を行っている。台湾品化日報による報道2009年12月2日。ありがとうございます。